こんにちは、デリッシュキッチンです。ガリバタ明太パスタを作ります。明太子1本は切り込みを入れ、中身を取り出します。フライパンに水 400cc を入れ、醤油小さじ1、和風顆粒だし小さじ1、おろしにんにく小さじ1/2を加え、沸騰するまで熱します。スパゲティ 100g を折り入れ、蓋をします。表示時間より1分短く茹で、水分を飛ばしながら中火で加熱し混ぜましょう。有塩バター 10g、 明太子の2/3の量を加え混ぜ合わせます。塩コショウを少々し、味を整えましょう。刻み海苔と残りの明太子を乗せて、細ネギを散らし、レモンを添えたら完成です。